こんにちは、トリタラチャンネルです。こちらは、トビイロゴキブリ。イエゴキブリ研究のために、飼育しております。飼育を始めてから、もうすぐ5ヶ月。ほとんど毎日、このジー君を観察しています。ご覧の通り、いつも姿を見せてくれているんです。一応隠れることができるように落ち葉を入れているのですが、この下に隠れるということがまずありません。狭い場所を好むみたいなイメージを持っていましたが、そうでもないみたいです。それと、またまたご覧の通り、あまり歩き回らないんですよね。こんなにカメラの前でじっとしていてくれるなんて全くの想定外でした。